おはよう。ただいま12月31日、大晦日朝何時、時計見して。40分。ここは横浜アリーナです。出る予定ない。発表されてない。後出しするってことでネタバレしておくと、今からリハーサルです。はい。振り入ってる？多分。歌詞入ってる？分かんない。怖すぎ。やばいね、久しぶりの。まあでもこんな豪華なこそ現役中もないわ。怖すぎ。もう一度改めて、お話しさせていただくと、出ます。出すときはもう出てるから。そっか、出させていただきます。お邪魔します。書類最後ぐらいよね、もうここにお邪魔。この私が初めてで。じゃあちょっとリハーサルに行きましょう。行きます。出てる。こっちからだよ。リハ終わりました。あいにくの喉の日。リハ終わりました。終わった。久しぶり感な、別にないね。いや久しぶりだよ。いや久しぶりだけど、横浜アリーナなんて久しぶりすぎるよ。けどなんか感覚がやっぱたくさん立たせていただいただけあって、染みついてましたね。緊張とかなかった。染みついていらっしゃいましたね。染みついてたわね。染みついて、私はしかも馴染みのある曲すぎるから。ありがたかったぜ。やりやすさしかなかった。そうですよね。喉だけ心配だけど。やばくない？こんな豪華なことないよね。ソロでさ、ソロでももクロさんとあのアーリンさんと一緒に歌う機会なんて現役のどこにもなかったよ。現役中は逆に。よかった、アイドルでよかった。アイドルで面白すぎ。元アイドルでオタクと結婚してよかった。全国のオタクに夢が。オタクと結婚したらさ、よくあり立てたんだけど。アイドルオタクと結婚したらいいじゃん。それどっちにも夢あるね。アイドルにもオタクにも夢があるね。でもなんか地獄って言ってたじゃん、この状況。なんで？推しと嫁に挟まれる状況。あー、そういうこと。演出家さんが言ってた、さっきね、リハでね。確かに降ってないじゃん。だから、まあ、気づかれず無事にサプライズできるといいね。ね。あとなんかもうさ、大場が何やっててもさ、見守ってくれているファンのこうみんなにはさ、ちょっとこうなんていうかさ、こんな姿を久しぶりに見せられて本当よかったねっていう。全国知ができないからさ、まあそうだね、後追いしてねって。確かに確かに、後追いしてねだね。いや、こんな年越し何年ぶり、こんな豪華な年越しって感じじゃない、多分年末のね。
まあじゃあ後ほど。西山のバイバイ。西山帰ります。何時今？何時？8時47。見えない見えない。8時47。30分。帰ります。じゃあ後ほど。バイバイ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。え、どうだった？いや、ありがたいよ。よかったね。手のひらで転がされた。みんなが転がしてた。一番こうやってこうやって。スタッフさんが楽しんでた。あいつあっち行け。なんかおかしいなって思った。ここで止まって動かないでよ、ここで5分、10分とか言われて、まあ別に僕言いないしなとか思ったり。すごい大人の人たちが忙しいのに、私にずっとまだです。3人ぐらい立て続き、まだです。3人ずつ来た。朝来られましたよって言われるぐらい本当に、こんなバタバタしてるのに。そうだね。あなたのこの10時過ぎまで、みんな、バカだったね。でもなんかありがとう、オタクのおかげでアイドル卒業したけど、よくありがとうって伝えたんで、よかった、ありがとう、よかったというか、オタクに感謝してます。いやー、まあ、俺もだけど、モモクロ並びに、ね、スタッフの人、そうですね、まあ、これはアーリン の策なので、アーリンからのご提案をいただいたので、こんな素敵な推しを見つけて、そうですね。それは何？いや、ずっと、それは何？ずっとさ、疑うやん。いやいやいや、なんかさ、なんか、わかんないもん。何の答えを言ったら正解か、何を言ったら地雷を踏むのか怯えて、ももクロの会話をなかなかしなくなる。でも素晴らしいことを私も今日体感したから。いや、それはそれでよかったね。うん、本当に。まあ、ファンが温かいしね。うん。本当に素晴らしい方です。ありがとうございます。だからね、我々こんなこと、こう言ってしてもらってね、来年頑張らないわけにいかない。そうですね、こんな幸せな時間をいただいたのでね。そうですね、そこだけですね。なんとか結果出したいです ね。来年幸せを、はい、ね、お伝えできるように、うん、頑張る。頑張るだけです。2人とも来年も頑張って仕事しましょう。仕事しら。はい。頑張る。わかりました。じゃあ皆さん、良いお年を、はい、バイバーイ。